こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲイコちゃんです。だはい、黒田官兵衛を使って山竹に行きます。行くぜ。シールドブレーカーついてるからね、途中途中いいかもしれない。しかも見て、説明、鬼神も恐れる地方か、うん、合ってる。鬼神も恐れるらしいよ。恐ろしいやつや。そうそう、あの一枚抜きみたいなあのイメージ持っちゃってる方多いかもしれないけど、まあ持ってないか。官兵衛との結構ステータス自体は高いからさ、そんなに弱くないのよっていうところだけ一応言っとこうかな、官兵衛さんのために。頼むぜ。でここで鬼だけ倒しとこうかな。ストライクショットあんま食べても意味ないんだけど、でもいいや、鬼だけビヨンと。で官兵衛殿は右上。先ほど一回帰ってきましたからね、ちょっと今体力がね、こんぐらいあるとしたら今体力はこんぐらい、だいぶないからね。あんまテンション上げすぎずに、下げすぎず上げすぎず上げ下げでいきたいと思いますから、よろしくお願いしますね。それうん、めちゃめちゃエンチなの。おいちょ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 いよいしょ。ホーミングがまたいいね。あーいいぞいいぞいいぞ。次が四角いとこだもんな。縦間横で回復も回収すれば特に怖くないでしょ。 OK だ。あでも次の探査サタンの場所が悪いね。重力かぶってるでしょ。うーん、よろしくないけど、でもここからやっていくか。よし。で、次が、あそこね。そこは悪くないかな。でも最初からダメージを触れてるのは、よろしくない。あ、問題なかった。あ、官兵衛殿何もできないじゃん、それ。じゃあ、それは、その女の子に。女の子なんか大人か分かんないけど、触れて、倒す。え、マジこれ。動きずれじゃん。うまくやろう。それ。ああ、うまくやった。うまくはやれたね。いて、味方散った。おい、また次動きずれじゃないの。何なんだ、おじさん。ちょっと考えて動いてよ。よいしょ。よし。まあ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 、いいでしょう。次が、ここにはまれるからいいや。それ。まあ、危ねえ連中だぜ。これで爆発の恐怖はなくなったのか。よし。そしたら、普通に予感しよう。オッケー。あ、そこなんだ。じゃあ、あ、やべえ、靴なんじゃないか、やめてくれ。おお、ナイスナイス、今の。で、次誰？あー、お前かい、次。これ使っちゃいます、一回。あ、懐かしいから。よし、行け。いや、そう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 、仲間に当てながら、そう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 、完璧完璧。いいね、仲間全員当てる。よしよしよし、これはでかい。いいぞ。どうせ次移動してきちゃうから何にも意味ないんだけどね。いいな、ね、おお、官兵衛殿にしては結構いいダメージだったんじゃないの。失礼な話だけど、官兵衛殿、うう、今のは偶然ね。俺そんな腕前持ってないから。おー、いいじゃんいいじゃん。あ、次倒したでしょ、これ全員当てて。あ、一度でできてね。ちょっと左側にずらしたい、できれば。ダメだ、全然ずらせねえ。官兵衛ずらすどうすんだお前。官兵衛のずらし方がマジ半端ねえ。あ、でもいいね。まあダメージしょぼいけど、まあ多少はね。んで次こっちを壊そう。あれやだやだやだ、壊せないんかい。あ、壊したかな、これで。あー、倒せない。壊せないなんてマニアックなやつだぜ。やばいやばいやばい、あれ上のやつ壊さないと何もできないじゃんこれ。じゃあ上入っちゃおう。それ頼むぞ。よし、なんとかな。
で、ダメージが消えると。ダメージが消える？そう、カンベ殿、そのシールド殺そう。俺、あれ？カンベ、カンベ！マジカンベン！ふざけんなよ。よし。とりあえずこれで攻める。行け。次で回復取ろう。危ねえから。危ねえ。あ、マジか、これ。危ないね。使っちゃいます。危ないな。こんなとこで危なくなってる。よし。まったく危険な連中だぜ。で、次。あー、やべえ、ここボスじゃん。ここはちょっと危ないぞ。勘弁、右に逃げてくるから。そうだな。こうかな。あー、ちょっと違ったな。うわ、やべえ。勘弁殿、それはまずいよ。よっしゃ、まずくなかったよ。勘弁殿、素晴らしかったよ。君回復。よし、次の回復はそんなに怖いもん、あ、攻撃は怖いもんじゃないけど、とりあえずよし、なんとかなった。立て直したよ、体勢を。ちょっと危険だったけど、まったく俺の腕前危ねえぜ。大丈夫大丈夫大丈夫、全員負けて回復だ。よしよしよし、いいぞいいぞ。ああ、俺勘兵衛殿だけ無視しちゃったよ。申し訳勘兵衛。よし、倒したでしょ。なかなかの才能だな。どう、この場所どうなの、この場所どう、勘兵衛殿の。右にずれてくれれば結構。あ、でもずれねえな、ここは。下にいるな。マッチ狙いそうな気もするけど、俺の腕じゃ無理だからな。だからこっちにしよう。次に左の鬼を倒す。俺の腕はそんなもんだ。でもってば、回復取りながらカンカンするよ。で、俺のことだ。どうせ鬼の足元に行っちゃうんだろ。わかってるよ。見て、おお、やっぱりあらかじめ俺はダメだみたいなこと言っとくべきだね。で、横間で上に上がってって、あ、ちょっと違う、それはダメダメダメ、それはダメ、それはダメ。しょうがない、勘弁殿、一回使おうぞ。これ意味ないけど、この位置意味ないけど。ストライク。ああ弱い弱い。でも大丈夫でしょう。うわー、ちょっと金ハート欲しい欲しい。あれ、ふざけやがって。あー、めちゃくちゃあの金欲しい。ふざけんな。うわ、ここ入れねえ。いや、わかんねえ。いや、入れねえ。あー、下へ。あ、でもいいとこ行った。逆にいいとこ行った。いいぞ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 。これうわ、チャンスかもしんない。逆に、あ、これは、あ、カンベか。勘弁殿か。シールド攻撃して壊して。痛い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 、危ない危ない危ない。俺両方とも倒せ。よし、うわ、危ねえ。次攻撃来ない。これ勝ったんじゃない。いけ、立ってこいよ。よっしゃ、半分までいった。で、よし、これ勝てんじゃねえの、マジで。久々にこういうプレイしてるからさ、おえー、マジで。よしよしよし、頼むぞ勘弁殿、当てに行こう。これ勝った、多分でも絶対勝った。いけ、よっしゃー、やっと来た。これ勘弁殿、よくやった。さすがは勘弁殿だ。嬉しいね。まあ、私の攻略といったらね、こういう変なキャラクター使って攻略するっていうのはもともとあったんだけど、最近はもうずっとね、新キャラばっか使ってたんだけども、今後はね、こういう勘弁殿とか使ってね、勘弁じゃないよだけを使うわけじゃないけども、使って古いキャラクターが活躍するところをね、皆さんにお見せしたいなと考えておりますので、よろしくね。ということで、ギコちゃんでした。
バイバイ。